おっしゃることは理解できました。主様の中にはまだ水地の残滓があり、それに気づいた雨の村雲の剣様が対処に来られたね。君たちから睨まれるようなこと何もしてないでしょ。何しろ最良の方法を取ったからね。最良の方法ね。でもおかげでこの有様だよ。そうですね。他にも何か方法があったはずです。他の方法？そんなものないし、あったとしても検討している時間が無駄だよ。より苦しみが大きくなるだけだ。納得できない。水地がいたからってなぜ主がこんな目に遭わなきゃいけないの？そうだね、君の気持ちもわかるよ、上泉。主はみんなのために、人の世を守るために戦ってきたのに。それはさっきも話したんだけどな。剣にとって剣使いが特別だっていうのは分からなくはないよ。けどどの道同じ時間は生きられないんだ。人間は死ぬからね。それに君もわらわちゃんもマガツキを滅ぼすためにいるんだから、手段を選ぶ理由なんてないよね。その人間はただ運が悪かった、それだけだよ。また睨んだ。だいたいさ、その人間の中には水地がいるんだし、わらわちゃんが何かしなくても早々に死ぬ運命なんですけど。当たり前でしょ。人間の精神が災禍に寄生されて持つわけがないじゃないか。早々に水地に取り込まれて終わりだよ。聞きたいのならいくらでも教えるけど、そんなに聞きたい？その人間が起きていたらどんなひどい目に遭うのかを。